せーの、おかえり、ただいま、お祭りに来てーす。よろしくお願いしまーす。今日は、毎年恒例の、企画です。毎年恒例って言ったら、企画しかないよね。そう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 。ママと一緒に、お風呂に入る企画。毎年恒例って言うと、2回目です。はい、今日はですね、おかんとお風呂に入るだけでーす。さあ、どんな会話をしたのか、最後まで楽しんでご覧ください。もう見ての通り髪の毛もボサボサなんですよね。もう今は夜の9時半頃なんですけれども、ちょうど今ママがお風呂に入ったので、私も一緒にお風呂に入ろうと思います。まあ、さすがにお風呂の中までは見せられへん。見たいやろうけど、見せられへん。さすがにそれはちょっと、それはバンされるから、それは無理だけど、会話だけ楽しんでもらえたらなと思います。さあ、この親子は一体お風呂でどんな会話をするのか、お楽しみください。まつりんち。季節感ゼロ。痩せると言えばママ。
なんでやねん見せろや一人の時にこっそりやるやつよ洗い場でやるやつよで、足肩まで見えないいや誰か一緒にダイエットしよう。こんなのがやったんだ。体の持ちどこ行ったんだろうな。こんなのがやったね。いやー、久しぶり。久しぶり。まあそうやな。だってな、まーちゃんな、めっちゃ幸せやねん。知ってる？まーちゃんな、めっちゃ幸せやねん。2回もなって。びっくりするほど、まあ、幸せ。何でも幸せだろうな。いや、まーちゃんな、めっちゃ幸せ。嫌なことあっても、それ見てるのが、ポジティブなもんな。うん、まーちゃん。だから幸せと思うよな。うん。あるよ、悲しいこととか嫌なこととかあるよ、それだけど、そのマイナスがあったとしてはプラスの方が大きすぎるから幸せ幸せですか宗教の対応みたいになったみんなの今年の目標は何え、リンスってさ、死後死後だねコンディショナーなんでリンスがなくなったの？コンディショナーって長いやん。普通さ、日本語って短くなるもんじゃないの。なんでコンディショナーってなくなったの？リンスの方がええやん。え、リンスじゃないの？みんななんて言ってるの？リンスやろ？知らん。え、リンスやんな。あ、言い忘れてたけど、これ今 YouTube 撮ってんねん。ええあんたうん、マイクスコールにしようと思って。もうのぼせたわお風呂上がりましたー暑いのによその格好してんなうんいつも寝るときはこれはいということで、毎年恒例のお風呂企画まだ2回目な2回目はい毎年恒例のお風呂企画ね、させてもらいましたいかがでしょうかあ、はいまた来年って今年も何回かするかもしれへんなんでよくさUberの人はさなんかあのご飯食べながらUber頼んでご飯食べながら食べ物ない話とかするやんか、うんうん、多分そうそれを私たちはお風呂入りながらにしよう残念ながら声だけやなそうあのちゃんとお風呂入ってるから私たちは、ママとお風呂に入ったらこんな会話ばっかりしてましたどんな会話してたっけなんか変な運動あ見せたってどんな運動やったか見せたってほんまになあの見たくなかった鏡が前にあるやん鏡見ながら、うん、そのウエストを意識して、うん、でこれだけこれだけこれ裸やと思ってみやめて横で見てんねんで嫌な気持ちになるやめて嫌な気持ちになるママが横でこうふふしてんねんで嫌や嫌や急に潜るし何分ぐらいするのいつも3分3分もすると、うん、3分で半分とか言ってやんねふふふふふってやんね
今日はちょっと10秒ぐらいしかしてなかったけど、いやいやもうこれから、あ、この人はお風呂の中で3分間これしたはんねんやと思ってママのこと見てあげてくださいね。ということで、今日の動画はこれで終わりたいと思います。はい、皆さんもポカポカになりましたか？なんでまだお風呂入ってないって？はよ入り、こんな水かんと、まはよ入り、いいなってママとお風呂がいいな、ママのお風呂いいなって思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。バイバーイ。